青森県南東部の山深い地にある新宮村にはキリストの墓とされる塚がある。一般にキリスト教徒に信じられているところでは、キリストの墓の場所はエルサレムの聖墳墓教会あるいはその墓である。ゴルゴダの丘で脱刑になったキリストが、実は、密かに日本に渡り、この地で没したとする話が、昭和10年1935、茨城県磯原町の、高祖古代神宮、天津教の竹内家に伝わる竹内古文書から出てきたとされ、一時、この地が注目された。竹内文書には、イスキリスクリスマス、福の神、八の栄太郎天空神、五色神八川四分に始まる記述やイスキリスクリスマスの遺言があるとされ、イスキリスクリスマスはゴルゴダの丘で処刑されず、弟のイスキリを身代わりにして日本に渡来して死に、その墓が渡来塚であるとする。これらの文書によると、実戒は、日本の天皇が来日したモーセに授け、モーセの墓は、石川県の宝達清水町に存在し、釈迦をはじめとした世界の大宗教教祖は、すべて来日し、天皇に仕えたことになっている。これらの竹内文書は、現在は偽書と断定されており、この地のキリストの墓は、この地の人々に伝えられてきた伝説ではなく、ある時、降って湧いた外からの話だ。それでは、この地の古塚は何なのか、この地の地元史を研究している方々は、この塚を長く守ってきた沢口家の伝承などから以下のような仮説を立てている。平安時代の中期頃、当時は青森県の北、現在の五所川原市のあたりには安藤氏の支配下の土佐港があり、蝦夷地や大陸との交易が盛んに行われていた。そのような時期、大陸の交易船が難破し、日本海側に漂着した。その中に、一人のロシア人船夫がおり、人里を探してさまよい歩き、運よく助けられ、その後彼は流浪し、最終的に、この新宮村にたどり着いた。結局、ロシア人船夫はそのまま住み着き、沢口家の娘と結婚し、生涯を遂げた。この新宮村の近くにある御猿沢鉱山には、このロシア人と同一人物かどうかは定かではないが、その時期にロシア人が働いていた記録も残っているという。故郷から遠く離れた地で骨を埋めることになった彼を不憫に思った村人たちは、塚を築き、彼が信仰していたキリスト教のシンボルである十字架を建てたとされる。また、江戸時代初期にはキリスト教は禁止され、各地で厳しく取り締まりが行われた。それらの取り締まりを逃れたキリシタンたちの多くは各地の鉱山に逃れた。当時の鉱山での労働は非常に厳しく、工夫のなり手が少なく、親殺し、死殺し以外の者は、その支配地域に限り、深く追求されることもなく暮らすことができた。南部領内には、金山や銀山が多く、キリシタンが多く働いており、中には、異国の宣教師などもいたという。この地の塚も、そのようなキリシタンにまつわるものかもしれない。
この地のキリストの墓を史実ではないとして切り捨てるのではなく、この地の不思議の一つとして大らかに見てほしいものだ。この地には、何宿やら、何宿なされぬという意味不明の節回しの祭り歌が伝えられている。これも、キリストとの関わりでヘブライ語とする説もあった。しかし、民族学者の柳田邦夫は、種市町の漁村で、村の娘に教わったというその歌詞は、何やとやあれ、何やとなされのうれ、何なりともせよ歌詞、どうなりとなさるがよいと、祭りという特別な異性との出会いの日に、男に向かって呼びかけた恋の歌、としており、個人的には、この説が、最もしっくりくる。江戸時代には、盆踊りは、格好の男女の出会いの場であり、そこでの出会いから結婚に結びつくことが多かったようだ。その日は、村の大人たちも多めに見ており、相思相愛の男女は、踊りの後に闇に紛れ、逢瀬を楽しむこともあったようだ。今もある地方の盆踊りは、男は女装し、深い墨笠をかぶり、踊りには歌はなく、和太鼓だけの戦場的な調べが、明け方まで延々と続く。また、その日は、人目を忍んで、女性の家へ夜灰をかけることも多かったようだ。ただし、そのような夜灰にも、一定の秩序があったようだ。当時、村の若者たちは、神社の社などに集まり、若者宿のような集まりを持っていたようだ。そこでは、普段から、若者たちが悩みを共有していたようで、当然、そこには、男女の悩みもあっただろう。そのような場で、誰が、どこに夜灰をかけるのかが決められ、その当事者以外はサポートに回ったようだ。このような若者宿を取り仕切るようなものは、それなりの信頼を集めたものであり、若者たちの様々な思惑をまとめた結果は、その村の秩序を壊すようなものではなかっただろう。このようなことは、女性たちが軽く見られていたとか蔑視されていたとかいうわけではなく、思う若者から夜灰をかけられることを心待ちにしていた女性もいただろう。また、思う若者がいる場合は、前もって若者宿の頭に相談したりもしたようだ。どうしても嫌な相手がいれば、それを申し出ておくようなこともあったようだ。その地方や村により、そのルールは様々にあったようだが、それらのルールは、村の秩序が守られるようなもので、そのような中で、村の団結が守られていったようだ。そして、時間をかけて、村の若者たちの間に、暗黙の了解ができて、盆踊りの日の夜に太鼓が鳴り響き、何宿やら、何宿なされぬと歌われたのではないだろうか。